ました、ケンマスクッキング。ですね、なんとこのチャンネルに初の企業案件がやってまいりましょう。ということで、本当はね、僕はあの企業案件結構来てたんですよ。あのダイレクトメールとかでやりませんかっていうお話いろいろ来てたんですけど、全部断ってたんですね。これだけはちょっとやってもいいなって思うものが来たんですよ。これ何かっていうと、ナッシュっていう冷凍弁当なんですけども、これよく最近ね YouTube 見てると、このコマーシャルの部分でよく出てくるし、まあいろんな人がね食べてるレビュー出してて、僕もねめちゃめちゃこれ気になってた。なんで今日はなんとナッシュの正直レビューやりますってことで、じゃあ早速やっていきたいんだけど、このナッシュとは何ぞやっていうところで言うと、ナッシュはね健康に配慮を設けた独自のね栄養基準を全メニュー開発調理冷凍して自宅まで届けするっていうサービスなんですけども、その健康に配慮して、あのね糖質はね1個の弁当にあたり 30g 以下に、そして塩分は 2.5g 以下に抑えるっていう徹底ぶりなんですね。まあそこがねまずすごくいいなって思ったところと、あとね、その健康的な生活を楽しんでいくのにやっぱね、あの種類が少ないと飽きちゃうと思うんですけど、ナッシュはなんと60種類以上もの和洋中のメニューがあって、マンネリ防止で毎週3品入れ替えを行ってんですね。しかもねデザートとかもあるんですよ。健康に配慮したねカロリーが計算されたデザートもあのナッシュさんには取り揃えてあるという。それとですね、今回そのナッシュさんとんでもないことをちょっと提案されてくれたんで、これねちょっとね笑っちゃうんですけど、なんとこの今回このねあのこの動画を見てくださった人、ま、のためにですね、なんと、最大5000円分のクーポン、5000円ですよ、5000円分のクーポンを、まあ、発行されてくれると。まあそのまあ内容はまあ概要欄の方に詳細は貼っとくんですけど、まあ合計でなんと5000円引きっていうねすごいクーポン、しかも最初のあの最低のね6食のセットで今回クーポンを利用するとですね、なんと1食あたり365円、これは安い、これは安いですよ。1食365円で今回お楽しみ飯できるってことで、これねぜひねちょっとこの機会に試すのはめちゃめちゃいい機会だと思います。でっかいねテレビ画面で YouTube を見てくださってる人は、まあそっからだとあれなんで、まあパソコンか携帯で、概要欄見てくれるとそのクーポンは出てくるんで、そちらを参考にしてくださいね。ということで、まあね一応ね僕の動画の趣旨っていうのは、自宅の食事ライフを、まあ、いかにね簡単にね楽しくっていうのをこう趣旨でやってるから、そこで僕はいつも思ってるのは、毎回毎回の食事を全力でやるっていうのは大変じゃないですか。横着したい時ある、はっきり言っても今日はやりたくねえと。でそんな時にこのナッシュさんの弁当を定期購入しておけばですね、冷凍庫にこれがあるっていうことだけで、まあすごい心にゆとりができるなって僕は考えてるんですよ。まあそこをねやっぱ重視して、僕はこのナッシュさんの弁当は皆さんに紹介してしたいなとぜひって思ったんで、ちょっと紹介させてもらうんだけど、まあ実際に味がどうなのかなって気になっちゃう。そこで今日はこのナッシュさんのこのお弁当、実際僕とチムラ君でちょっとね2種類ずつ、まあ4種類ちょっとチョイスして実食してみたいと思う。実際忖度のないレビューしますんで、ちょっとね実食してみたいと思います。じゃあ早速食べてみたいと思います。さあね、早速ねこれね今回8個ちょっとねご提供いただいたんだけど、どうしよう千村君、気になったやつちょっと2つずつ食べようよ。そうですね、ちょっとどれも美味しそうな名前なんで、僕はねやっぱりそのお弁当でやっぱり肉系統が多いからね、これは機会ちょっとね魚気になるんだよね。なんでこれ食べてみようかね。鮭のマッシュポテトアヒージョね、うん美味しそう。僕はねこれとね、はいはい、あとはねじゃあ肉いってみるか、肉と魚って感じでいこうか。これね、さっぱりポロシオンズカツだね。ポロシさっぱりおろしポンズだね。あ、はいはい、ポンズカツね。あカツ、うんこれいってみよう。いい冷凍でカツ。はい、じゃあ千村くんどうする。僕はちょっと最近筋トレとか運動が好きなんで、うん、照り焼きとか美味しそうですね、鶏肉の。あ照り焼きね、一応ありがちなメニューの中の冷凍のクオリティちょっとね、うん、これも気になる。そうです、ね、じゃあまあこれ千村くんこれこれ、あと僕大好物のハンバーグですかね。あハンバーグきた、チリハンバーグステーキ。なるほどなるほど、ハンバーグ大好き、これはもう好きなものだからね。千村くんの大好きなチリハンバーグハンバーグが冷凍で満足いく味なのか、ちょっと気になります。これ忖度なしで今日いきますね、僕も正直に正直に、うん、じゃあ早速じゃあ試食の方行ってみましょう。はい、
よーじゃあね、温め終わったんで早速試食行ってみますか、はい、じゃあまずは乾杯しよう、はい、はい、いつも通り、はい、皆さんお疲れ様でした、乾杯乾杯乾杯、おいしい、もうおいしい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 ってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います、はい、じゃあケンマさんのやつから、あ、じゃあ僕の方から食べてみようか、そうですね、これね、鮭のマッシュポテトアヒージョね、どんな感じか、ちょっと揚げてみましょう、ドキドキのオープン、おっ、こんな感じか、おお、一品入ってんじゃん、すごいすごい、副菜とかも、これはちょっとちょっと、マッシュポテトってこれがポテトか、あーなるほどなるほど、こんな状態ね、じゃあちょっと食べてみますね、え、鮭これ一匹入ってるよ、すげえすごいよね、いや、お、身も結構熱いよこれ、匂いもめっちゃいいっす、いや、めちゃめちゃ開けた途端の香りがね、じゃあちょっと食べてみますね、じゃあいただきます、うまそう、あっ、うん、なるほど、美味しいね、うん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 、なんていうのかな、こう優しい、優しい味、一言で言えば、こういう状態でさ、なんかこうマッシュポテトがソースの役割してるみたいな感じ、へえ、うん、あー、なるほど、うんうん、いやこれポテトが美味しいな以外に、じゃあ副菜の方三つ入ってるのね、これコーンのなんかと、なんだこれ、ナスだな、多分袋に名前が書いてある、袋入ってんのか、見えねえや字がちっちゃくて見えねえあとちょっとテロップでじゃあテロップでまあまあ、とりあえずこれはコーンだってことが分かるから、うん、うん、おいしい、ちゃんと副菜もやっぱおいしいですね、副菜おいしいねこれ、うん、なんかこれも優しめの味、うんうんうん、で、これはナスだ、うん、ね、いただきます、あ、トロトロ、あっけ、うん、うん、あ、おいしいね、優しい味なんだね、うん、よくあるコンビニってこう味はっきりしたのが多いけど、まあ、薄いっていうわけじゃないんだけど、はい、優しい感じ、やっぱこの塩分加減とかしっかりこう計算されてるから、うん、どっちかというとこの優しい、この出汁感の効いてる味なんだよね、うん、これなんだろうね、これわかんねえな、人参っぽいですけど、うん、美味しい、これ、あ、これいいね、あー、これもっと欲しいな、もっと欲しいな、副菜にこんなに、いや、副菜一個一個美味しいよ、これ、うん、それいいですね、うん、家庭の味に近いのかな、なるほど、逆に親しみやすいっていうか、それでもすごいですね、うん、そうそう、そんなイメージの味だね、なんかこう冷凍食品にその概念ってないですもんね、そうだね、これ冷凍ってこと忘れてたよ冷凍でこれクオリティがもう出せる事例なんだね、やばいね、それ考えると冷凍ってこと忘れてたわいや、うん、それがすごい、そうそう、それすごいわ、うん、うん、じゃあさ、千村くんの方さ、ちょっと、はい、食べてみて、これ何これこれ、照り焼き、鶏の照り焼きです、鶏肉の、おぉ、あ、なるほど、おぉ、おぉ、ジュレみたいな、結構量入ってんじゃないこれ、しっかり入ってますね、しっかり入ってんね、これブロッコリーのカツオ和え、ナスのおろし醤油、あ、こっちが、カブのおひたし、あ、カブかうん、すごい、じゃあちょっと食べてみて、わかりました、じゃあもう早速、鶏肉の方から、うわ、テリッテリ、テリッテリっすね、結構なボリュームだね、いただきます、うん、おいしい、あ、わかります言ってる意味、うん、なんか給食で思い出しますね、ちょっとなるほど、うんうんうん、あ、優しいって言ってる意味が食べてわかりました、うん、もうなんか忖度なしに僕多分普通に大好きですこれいや、俺が作ってるのどっちが好きそれ聞いちゃったらまずいかどっちも好きですよまあそういうしかないよなケンマさんはすごい胃袋掴んでくる、うん、ガシッと掴んでる感じですけど、うん、こっちはなんか包み込んでくれる感じがしますね、いや、優しさにねそうですね、うん、これブロッコリー、ブロッコリー、うん、ひた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 ナスはさっきの俺の入ってるやつと一緒かな、もしかしたら、うん、似てるね、うん、大好きですね、これもこれも大好きな味、大好きな味、カブもしていただきます、うん、まあ、カブはセンスあるよね弁当でさ、なかなかさ、カブってさ、出てこないもんね、うん、おでんっぽい、あー、わかるわかる、とろとろね、とろとろね、これもうまいな、いや、素晴らしいね、これね、ナッシュ、ね、
いや、じゃあ次のどんどん行ってみるか。まあ、もうペロッと食っちゃったよ。そうですね、じゃあ次の、うん、じゃあもう一個行ってみよう。はい、よし、じゃあね、第2回戦行きまーす。はい、次ね、僕ちゃんさっぱりおろしポン酢カツだね。おお、これね、ちょっとね、なんでこれ選んだかっていうと、はい、冷凍のカツどうなの。確かにちょっとこれは俺は正直言うよ、はい、これは忖度しないで言うからね。おっ、おお、なるほど、いい感じじゃない、見た感じは。うんうんうん、かなりボリュームもいいね。じゃあ早速、じゃあこれ食べてみるか。え、中になんか敷いてあるよ、ほら中になんか野菜結構敷いてある、これキャベツみたいなのが。ほんとですね。うん、じゃあまずさ、まずはこのカツ食べてみようか。カツ、じゃあいただきます。熱そう。あんた、これはめちゃめちゃ美味しい。ここで出ました。出ました。めちゃめちゃ美味しいですか、これ。これね、あの、正直言っていい、はい、やっぱり衣はサクサクとかないよ、正直。うん、まあ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 、しっとりしてる。うんうんうん、いわゆる煮浸しみたいな食感になってる。そのカツの部分に関しての食感はサクサクはないんだけど、肉感とかは逆にこうしっとりしてて、衣にこのポン酢の味すごい乗ってるよ。ああ、それはありがたいですね、確かに。全体に入れるけど優しいね。優しさに普段から飢えてる俺からしたら最高だよね。おろしポン酢だよ、特におろポンでもなんか満たされるね。で、この下のこのキャベツみたいな、ああ、いい。冷凍なのにすごい食感残ってるよ。うん、美味しい。うん、びっくりした。冷凍のダメなところが出てない。匂いとかもすごくいいし、美味しいな、これ。これどう見てもポテサラだよね。うん、そうですね。うん、うん、これはね、ポテトサラダっていうかマッシュポテトみたいなバター風味みたいな味がする。へえ、うん、美味しいな。そうだね、それは。で、こっちはほうれん草と多分コーンだな、これは。うんうん、そうそう、んなじゃん。あ、か、まあ、これもいい。ナッシュさ、メインはさることながら、この副菜の美味しさに驚いてるよ。普通さ、お弁当ってさ、ありきたりじゃない、キャベツの千切りだとかさ。そうですね。ね、あの、スパゲッティのブヨブヨしたやつとかさ、かさ増しみたいなイメージが。かさ増しみたいなのが多いじゃん。これ一個一個ちゃんとしてんだよね。これびっくりするよね、満足度がすごい。じゃあこの容器なんだけどさ、紙素材なんだよね。じゃあどうやらか分別もしてもねえんだよ。玄関開けたら5分でご飯みたいなさ、食った後もさ、洗い物もノーセンキューで、分別もいらないってわけよ、はい、すごい新しいキャッチコピーできちゃいました、今。予想の斜め20倍ぐらい上行ってんね、この弁当は。斜め20倍。そう。聞いたことない。そう、すごいな。これはおすすめ、ほんとマジでできるわ。じゃあちょっと内村君。はい、じゃあ僕の方はチリハンバーグステーキですね。ハンバーグ大使のその内村君の評価はこれはだいぶ、このかなりいろんなところで食ってもんね。ほんとですよ。うん、さあさあさあ、まず見た目。いや、でかくね。ほんとっすね、さっきのがっつり入ってるね、これ。いや、なんか見た感じかなりのでかさがあるね。さすがハンバーグから。はい。あ、なんか見た感じ柔らかいね、うん、あの箸の入り具合見てる。ほんとですね。どうどう、そのちょっと箸上げてはぎっちり入ってね。うわ、うまそう。いただきます。どうこれ。うわ、肉肉しい。だって見た感じね、すごいしっかりしてるもんね。本当にうまい。おそらく なんかいろんなのって見てると、ナッシュのこれ一番人気じゃない、これは。あー、チリソースのハンバーグ。チリソースのハンバーグは、うん、やっぱ冷凍食品っていうのを想像して食べたんで、度肝抜かれましたね。ボリューム感よね。あとこの結構しっかりしてるね。人参？人参とパプリカらしいですよ、これは。パプリカか、これパプリカです。パプリカ、うん、これも抜群にうまいですね。ナスのこれバジルソース。バジル、うん、間違いないですよ。うん、ナス美味しいよね。さっきのやつと一緒かな。イタリアンみたいな感じだ。ああ、なるほどね。あ、そうかそうか。テーマがチリソースのバジルのバターソテーみたいな、ね、そうですね。そら豆のポテサラ。そら豆入ってるね。これ緑色のそら豆だよね。うん、うまいっすよ、これも。うん、あ、もうちゃんとこれも全部美味しいっす。ね、
うん、俺はなんか思ってんのはさ、うちのさお母さんとかさ福島で一人暮らしなの、はいはい、でさ結構さ福島あたりだとこれから冬になっていくと雪とか降ってさ足元悪いところさ買い物行くのも大変なのよ。あーはい。そんな時さこれが冷凍庫に入ってたら安心だよね。確かにそうですね、安心感が半端ない。ほんで今回これ食べてみて分かったけど、総括みたいな感じになっちゃってるけど、うん、まあ総括するかじゃね。そうです、ね、じゃあしゃべりとしてこの簡単さで、じゃあ値段がすごい高かったらあれだけど、今回なんか特にさクーポン使ってさ一食このクオリティでさ365円で食えんだよこれ。試さない手はなくない？これ正直今回これ味があれって思ったらなんだなと思ったんだけどよかった、これ本当にマジで勧められる。間違いないっす、ね、間違いない。これはもう本当自信持って勧められる。一個懸念はね、これでいいやってなっちゃって俺の料理もう作ってほしいで、研磨スクッキングはちょっと忘れないであのこういうのがいいと思うんだ。研磨スクッキングで常に簡単楽ちん調理もしながら、それでもなおかつ今日はもうめんどくせえ何もしたくねえっていう時にナッシュがあるから大丈夫みたいな、ちゃんと僕の料理と組み合わせてやるとより楽しい食生活ができるんじゃないかなっていうところで、と、うん、いうことでね、まあ初案件、うん、僕はものすごい気になってたこのナッシュの弁当のレビューやってみたんですけど、結果的に大満足、やってよかったなと思って自信持って進められます。ほんと正直びっくりしました。ということで自信持って進めるんで、皆さん興味ある方はあの冒頭で言ったみたいにこの5000円だよ、5000円、5000円のクーポンもらえるから今だったら、はい、この機会を逃さずにぜひね、購入して気になる方ね、概要欄からちょっと飛んでね一回ね試してみるといいと思う、うん、ぜひぜひこれは自信持って進められます。はい、ということで、今回は、こんなところで締めたいと思います。今日のナッシュレビュー大成功。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。